ガンダム初心者が50を見ていく機動戦士ガンダム25話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタンチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではジョニキいきます。オデッサの激戦って言ってもちょっと間があるんだよ。オデッサの激戦間があるこの間がね、はい、おー来たー木馬。最小限度の修理だけでいいんです。作戦は始まってるんですから、とにかく出撃できるようにしてください。分かってるよ、ね、なるな。やめとけ、マチルダ注意がやられて荒れてんだからさ。こっちだって同じさみんなそうなんだよな、本当に。いや、まさかやられると思わんかったな、本当に。想像すらせなんだ。しかも少ない登場でここまでの人気ってね、やっぱこれなんだよな、これなんだよな。少ない登場で視聴者みんなをあからめさせた。噛んだよアムロ。俺まで今、はい、あからめてるよ。おお、曲が止まった。アムロ、出撃命令が出ているわ。行きましょう。今の切り替え面白いな。大丈夫？うん。ひどいな、フラフボーに対しての当たりが強いな、いつも。ホワイトベースの進路の偵察、それと私がこれになれるために付き合ってくれるわね。了解です。ギアマ発進するぞ。ブラボー、下がって。なんかすごいね、どんどんいろんなものに。まあまあまあ、前回も乗ったけどさ、こう平気で乗れるのすごいよな。アムロ、マチルダさんの運んでくれたガンダムのパワーアップパーツ、少し慣らし運転させてもらうわよ。どう？そうしてください。いや、すごいわ、セイラさん。マジですごいわ。おー、これは。悲しいな。すいません、ブライトさん。ハード。気をつけてくれよ。どう？何もしなくて。リュウさんの件にしてもな。外からの SOS が入ったら知らせてくれ。はい、わかりました。すげえな、敵の数。敵の手足が遅いぞ、何とかしてくれ。ラムダがもう一台来てくれてもいいんじゃないのか。アンベ本体のボルシ隊は肺炎で過ぎたぞ。下がれとな。おー、3ドムが2ドムになったな。私の魂を宇宙に飛んで永遠に喜びの中に漂いたまえ。おー、シリア様の推薦があった兵士とはいえ、いつまで無駄な時間を潰しておるのか。ガイア、オルテガ、作戦は開始されているんだぞ。違い分かっておるわい。言われずとも敵討ちはさせてもらう。これが感覚の違いだ。敵討ちではない。我が軍の後ろを乱そうとする木馬を叩く、これは作戦だ。分かっておる、オルテガ。出撃するぞ。いい感じに合ってないっすね。ほんでかっこいいんだよな。いや、ここまでかっこいいと思わんかったんだけど、この移動から何からさ。で、強敵感がやばいわ。どうも怖いもん、普通に。なんか見た目可愛らしいのにな、若干。シードで見た時可愛らしい見た目やなと思ったけど、ここで見ると怖いんだよな。おぉ。セイラさん、そろそろ敵と接触する頃です。気をつけてください。了解、もう一度だけタッチ&ゴーを。偉い。すごっ。俺ならここで事故ってるわ。こんな操縦絶対できんわ。暗号変調回路アルファゲイン受信します。レビル将軍です。お、レビル将軍か。なんだ、作戦の開始を知らせるものやの。ホワイトベースは6時30分マクベの基地の後ろから突入する。てかもう始まってるのは知ってるわな。フラウボン、ジーアーマに連絡して戻るようにするの。クロスサイクル WF でな。はい、 WF ですね。できるの、ちゃんと。できるわよ、静かにしてなさい。頑張ってんね、みんな子供やで、ほんとに。あー、これ横に盾ついてるの。敵の前線がこんなに近くに。すげー、シールドか。盾とシールド同じみたいな。なんかシールドの方がなんかポイキーするわ。見つかったのか。セイラさん、高度を下げてください。見つかったかもしれません。了解。プロペラ機のようね。よくわからないけど、ジオンにはない飛行機じゃないかしら。調べてみます。キャッチしました。あれはドラゴンフライ、連邦軍の小型連絡機です。どうしてジオンの基地から出てきたんでしょう。撃ち落とされもしないで。そういうことね。ホワイトベースからだわ。ネズミと言えばいいのか。地球に戻られたしか。どうする、気になりませんか、セイラさん。なるわ、なる、ね、行きましょうか。え、なりすぎる、なりすぎる。そういえばマチルダさんが言ってたな、ミディアの動きがジオンに筒抜けのようだって。おー、なぜなのか。スパイ、ありえるわね。確かにな。しかしスパイのためにミディアがやられたとすれば、その実態は作戦開始前までには掴みたいものだ。ブライトさん、スパイとは怖いね。一の方向、敵接近です。海軍、まっすぐ来ている。はい、この高度でキャッチされるはずがないのに。おお、やはりスパイがいるという証拠ね。対空戦闘用意、ガンタンク、ガンキャノン、出撃用意。ちょっと、答え合わせ。時間より早いじゃないかよ。敵がこっちの都合を考えてくれるものが、無駄弾を撃つなよ。無駄弾を撃つなよって、本当に。さあ、大軍、お出まし。おお、いるねー、いるねー。やっぱクールだな、このホバー。マジイケてるわ。スピード感ちゃうもんね。いや、圧倒的だよ、この強さ。機動力からの硬さ。連邦軍のビッグトレイに着艦したわ。これはすごい状況。セイラさん、待っていてください。おう、誰だ。おう、所属部隊と名前は。はい、ホワイトベースのガンダムです。僕はアムロレイ。ガンダム、これなんか
そんなことより、はい、今ここに着艦したドラゴンフライ連絡機のパイロットはどこにいるんですか？ジュダックの連絡機のことか。いや、作戦開始と同時に裏切れとのことです。マクベもせわしいやつだな。エルラン将軍の攻撃はないものとして、マクベの主力は全てレビル将軍の方へ向けております。分かっておる。ここで止められるな。なんだ。あ、怪しいものを捕らえました。怪しいもの。話ついてるかな。話ついてるかな。要は人払いを願います。ついてねえかな。諸君らは下がってよろしい。はは。まずいな。大丈夫かな。ジュダック、お前も調べが中の話次第ではな。お、軍の公式データ内蔵のカメラで撮ったものです。ついてる。証拠になるはずです。なるほど。で、君はこのビッグトレイにスパイがいるとでも言いたいのか？はい。ネガを拡大すればパイロットが誰か分かるはずです。ジュダックがスパイだと言いたいのだな。そうです。では処刑しよう、ジュダックと。そして君もだ。ですよね。はい。ここは戦場だ、ね、お前一人死んでも誰も咎めない。うわ。それに私は将軍だ。お前ごとき子供が何をわめこうと。この二人がね。まさかと思ったが、あなたが。おお、避けた。やべえな。あなたはひどいな、これは。いや、思い出すよね。あなたみたいな人がいるから。ネガを渡せば殺さんと言いたいところだが、そうはいかん。おお、アムロ君、撃ちました。あら、だれました。アムロ君、おご苦労だった。おお、今のことは全てビデオに撮っておいた。話ついてた。証拠となる。素晴らしい。いえ、よかったよかった。お立ちください。作戦終了まで独房に入っていただきます。あなたにも事情があるとおっしゃりたいんでしょう。けれど違いますよ。あなたみたいな方のおかげで何十人となく無駄死にをしていった人がいるんです。わかりますか。あなたみたいな人のおかげで。君、あとは軍事裁判に任せよう。はい。ま、ホワイトベースが戦闘状態に入ったらしい。すぐに戻ってやりなさい。はい、頑張れよ。大活躍やな。我が隊は本当大活躍。側面より攻撃を開始する。ビッグトレイ最大戦速ジアーマー発進用意。すごいな。これ止めれたのでかい。いいわね。了解、ゴー。これでマクベ相当困るな。まあ物は進んでるからあれやけど、でかいよ。情報源潰し。いいっすね。ちょっと良い話が来ましたね。ずっとバットが続いてるから、リュウさんの件からきついんだよ。やっとです。はい、こっからどうなっていくのか。シュー。タイミングもせんでよ。マジタイミングせんでよ。おー、すでにバチバチスイッチ。おーおーおー、戦いが始まった。マクベ軍もレビル軍も持てる物量を最大限に投入しての激突であった。やば。その中でホワイトベースもまた例外ではなかった。出た。いやー、いやきついな。こいつらに狙われたらきついで。早い。そう、早いんだよな。早いんだよ。ハヤト、こんなのが相手じゃガンタンクは歯が立たねえぞ。下がれ。おお、下がりつつね。下がりつつ撃ってんだよな。おー、いやきついな。そうなんだよな。ガンタンクじゃ落ち着いからな。ロックは手を出すな。お前らは木棒をやってればいい。おー、敵討ち。おーおーおー、あー、おまたやられた。また脚部クソだりーな、これ。まただよ。ガンタンクの収容を急ぐんだ。ビスーツを近づけさせるな。アムロ、やってくれるぜ。早く戻ってきてくれよ。本当に、ね、来ないできついで。黒い三連星。ジアーマー帰ってきます。二連星だけど。一時の方向、ビームライフルの発射用意。おー、アムロ見えるわ。ナイス。戦いはどうなってんだ。ガンタンクが戻ったわ。キャタピラーをやられたって。それでカイさんのガンキャノンが一人で危ないの。よし、落ち着いて戦いの様子を教えてくれればいいんだ。おー、冷静冷静。私がついてるから大丈夫。勝利の女神もらった。間に合うかな。自分でやるでしょ。お、すげえじゃん。自分で何とかしてるやん。あー、足が。まあまあでもええやん。何とかしてるやん。弾が切れたわ。白いやつはどこだ。マッシュの仇は。今から来るよ。安心せえ、安心せえ。今度はお前がマッシュことになる番やん。おーおーいえ。昨夜のモビルスーツよ、アムロ。あれはガンダムでなければ倒しにくい相手です。おー、変わる。ホワイトベース、あと20秒持ちますか。アムロが20秒くださいって。うん、やむを得ん。カイには引き上げさせろ。どう、20秒が重いんだよ、ほんと。よー、山陰に逃げてください。了解。こういう風にね、食らったりするから、リュウさんの時も大丈夫かなと思ったけど、勝った装備だな。どこへ行こう。ダメだったんだよな。 G アーマーパーツ外します。パターン G。 パターン G、 了解。どうぞ。ナイス連携。いいっすね。いや、やるね、ほんとに。すごいわ、この連携具合。3、セイラさん頑張ってるわ。1、0。まあ無理してこう出た甲斐もあるわな。認めてもらおうと思って頑張った結果、こういう風に繋がってんだよな。最初何してんだと思ったけどね。マッシュの仇はあの爆撃機が出てきた時に現れたんだ、おそらく。おー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 、いいね。雲割ってからのバチコンはうまいな。モビルスーツ
彼らじゃなかったら撃たれてる。セーラさん、こいつら。スピードがあるんやな、やはり。おお。速さ、パワー、耐久、すべてにおいでパーフェクト。どう倒していくか。厄介だよ。若干します。よろしい。オーケーです。被害は？前を少しやられただけ。おお。了解です。このよろしい。コアファイターと変わります。よろしい。左カンパンに着艦願います。よろしい好きっすね。大根おろしも好きやけどな。合わせ。勝つと合うのよ、勝つと。勝つと大根おろしめっちゃ合う、本当に。格納庫に降りたら前のパーツを外して、ハヤトのコアファイターに変えます。了解、ドッキング解除セット。急いでね。さあ、心変わってこちら。いや、いいっすね、この凸かっこいいわ。めっちゃかっこいい。超かっこいい。ハヤト、壊したら承知したいぞ。わざわざ壊すつもりで出撃するやつがいるもんですか。それな。行くぞ。いい返し、いい返し。なんかちょっとアメリカンな感じわかる？なんかこのなんかさ、ちょっとしたいじり合いじゃないけど。エルラン将軍の裏切りを予定して攻撃力を薄くしていたところを第一に突破された。おお。次に、2機のモビルスーツドムがガンダムに手間取って前線に参加しなかったために、素晴らしい。連邦軍の足を止めるべき大きな力を失っていた。素晴らしい。いいですね、押してるね。ナイスナイスナイス。だが、この土壇場にあっても、マクベにはまだ残された手段があった。何があんのよ、バクレカ。オデッサ作戦の総司令官レビル将軍、聞こえるか。私はマクベだ。ここで手を引いてくれねば、我が方は水素爆弾を使う用意がある。はぁ、無論核兵器を使わぬと約束をした南極条約に違反はするが、我々も負けたくないの。やべえな、条約の意味やべえな。気合入っとんな、本当に。レビル将軍は一言も語らなかったという。ただ前進を示すための手を振っただけである。とマジで、すげえな。なるようになれというやつか。あ、投げた。やっぱみんな投げるな。やけくそ爆弾や。同じ戦法で来るのか。なめるなよ。さあどうなる。これでこっちもスピードは上がる。言うてこれスピードも火力も上がると思うけどな。スピードイコール火力だと思うんでね。綺麗にスパーンいくで。おこれいったやろ。これ無理やろ。ほら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 、お豆腐大作戦やで。そうなるわ。いや、いいね。3連がついに2連からの。おお、いえ、おのれアムロ。いいですね。あと1機。いや、水爆を使う。ワンスター。水爆だって。あれはそうだ、敵は使ってはならん武器を使うのだ。ミサイル発射まで30秒はかかる。モビルスーツはいい。水爆ミサイルを破壊する方が先だ。そうですね。そんな。でもどうやって。できるわけないでしょ。それな。データを送る。赤いとこが水爆を爆発させるとこだ。はっ。前線のとこで叩き切ればいい。こんな雑な分解値で役に立つんですか。わからんな。一応南極条約の時の公開データ。毎回ハード来た。クソハード。あー来た。水爆が本物ならここもやられるんだ。おお。やるしかない、アムロ。もうどうもどうもいいな。そうだ、本物ならか。おお。よし、ハヤト、行け。最悪パターンを考えるしかねえな。本当でこういうゲートはできる。おお、すげえ、すげえ、上からの。レビル君は前進をやめないというのか。やるな。はい、最終の防衛線を突破されつつあります。おのれ。ハッタリだったパターンある。敵のモビルスーツです。ドムと交戦中のようです。まあ、確かに勝手にやるかって感じはあるもんね。どうは強行手段に出たのか。ならば望み通り。うわ、違った。今さらこれは駆け引きなのだよ。連邦側は我々の要求を無視したのだ。うん、彼らはその報いを受けるのだよ。じゃあガチか。ジオンに対してミサイル発射。よくないよね、こんなもん使ったとなると。まあ関係ねえか、勝利さえあればもう。ほんでやっぱ赤なんだよな。ハヤト、フルパワーだ。了解。おお、いけるか。おお、やばいね。ここで邪魔入るのきついな。あ、だいぶきつい。しかも上から。おーっと、これいったべ。また操縦席だべ。また操縦席いったな。やれるか。いいっすね、三連星これで全滅やな。いやー、あいつら結構クールな感じするけどね、三連星とか。なんか、おお、ピンポイント、ピンポイント。これで爆破したらで考えると恐ろしいよな。お、往来か。往来そうだな。おーい、すっげえ、よう止めたな。あ、いける。オルテガ、すまん。いや、無理だった。で、最後までね、仲間思いなんだよな。マクベとは大違い。いや、マクベ相当損害きてんじゃないこれ。裏切り者のやつもバレて、三連星失って、で、またこの有様。ああ。オデッサの作戦は連邦軍の勝利に終わった。はい。しかし、マクベは黒い三連星を運んできた戦艦ザンジバルでいち早く脱出していた。いや、さすがクズ。戦いはこの一戦で終わりではないのだ。余裕だね。考えてみろ、我々が送り届けた鉱物資源の量を。もうジオンはあと10年は戦える。
やべえな。やっぱこういうボスを潰さないとあかんですな。厄介な思想のやつらをどんどん潰さないとまた繰り返されるんだよな。100カ所ぐらいなんかあるみたいやもんな。施設も大変やで。ホワイトベースの少年たちはここに親しくレビル将軍と会見した。やっとクソ時間かかったな。マジで鬼ほど時間かかったな。ほんでなんかこの終わりの曲がなんかわかる、終わりだなみたいなさ、なんかね好きなんですよね。なんか夕方みたいな、そんな時に見てるような感じですね。はい、ということで、まあでもいいんじゃない。なんかだいぶねここら辺の会話、これはねいいことしか起きなかった。あ、もうすごいいいですね。はい、まあ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 、ここからどうなっていくのか、まだまだ話数あるんで、ここでなんか終わるって話じゃないんで、まだ何か厄介な、しかシャーがいるから、シャーがいるからどうなるかですね。はい、ということで最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。 See you next time!